っ張りとかもあなんかないな。すみません、今日は、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。文教学院大学 の、 理学療法学科で教員をしております上田と申します。ブレイキンやってるラムです。よろしくお願いします。お願いします。専門分野がまあここら辺の頭頸部と言われるところとか肩周りになりますので、はい、なんかダンスとかでなんか症状とかって左の首が結構なんか頭で回ったりとか、うん、ちょっと、うん、あの普通の人では考えられないことをやっぱするので、うん、結構痛みが出やすいっていうのと、うん、例えばパフォーマンスをやった後なのか、あるいはもう例えばやる前から少し張ってしまって動きがちょっと制限されてるとかっていうのはありますか。その痛めた時はもう練習の後なんですけど、うん、それが基本的にずっと続いちゃうことが、うん、休まないと治らないみたいな、うん、何日間か、うん、そしたら、首の左側のこの症状なんですけれども、はい、例えば下を向いたりとか、はい、上を向いたりとか、あと右向いたりとか左向いたりした時に、はい、どの時にその症状がこう出やすいとかってありますかね。多分やってる動き的には、うん、多分このひねる動きが結構多いので、うん、その時だと思うんですけど、うんうん、そうなるともう痛くなったら下向いたりとか、うんうん、左もちょっと動かしにくくなるのが多いかな、うんうん、はい、場所的にはだいたいこの辺ですかね。いや本当ここら辺ですね。もう場所がはっきりしてますね、はい、うん、だいたいこの辺ですよね。この筋みたいな感じです、ね、うん、で例えばちょっと下向いてもらっていいですか。ぐーっと下を向きます。最後まで下を向きます、うん、この時に突っ張り具合って出ます。どっかこの辺とかもうちょっと下の、もうちょっと下のあたりね、このあたり、はい、うん、辛いです。分かりました。でこれで上を向いてもらっていいですか。今度上を向きます。そう、うん、この時にどうですか。なんか詰まってる感じ。詰まってる感じ。どのあたりに詰まってる感じします。上のここら辺ですね。うん、上のあたりね、このあたり、はい、そうすると今の症状的に説明をすると、河合さんごめんなさい、こちらの模型になるんですけれども今自覚症状的には大体この辺が突っ張りますって言ってたんですね、はい、であと上を向いた時にこの辺が詰まる感じしますって言ってたので、はい、一応じゃあこの辺の構造を整理すると、まず首の筋肉っていうのは層構造になっているので、はい、何層かにこう分かれているんですけれども、これがよく言う僧帽筋っていう肩こりの筋肉なんですけども、はい、これをこうやって剥がすと今度2層目の筋肉があって、こういうような首の筋肉であったりとか、はい、あと肩甲骨にこうやって付着する筋肉っていうのがあるんですね。これが肩甲骨なんですけれども、はい、で今の症状的には首を下を向いた時にこの辺が突っ張りますって言ったので、肩甲骨の内側にくっついている筋肉の伸長性が少し低下している可能性がありますよっていうのと、あと上を向いた時に詰まりますって言ったのがこの筋肉と、あとおそらくここは3層構造になっていて、もう少し深い筋肉があるので、もしかしたらそういうような3層目の筋肉まで少し動きが悪くなっている可能性が高いということになります。この横向きですかね、ちょっと足向きかな、このままこうやって横になるような感じかな、肩甲骨の内側の筋肉が硬いんですよね。硬くて単純に1層目を掴んでつまんで動かしちゃいますので、2層目に関しては少しだけ筋肉を収縮させるので、枕をぐーっと押し付ける運動ですかね、はい、枕をぐーっと押し付けてもらっていいですか、うん、そうするとここの筋肉がちゃんとポコってこう膨張してくれているので、これを何回かやります。はい、力抜きます。今度最後の首の付け根、頭の付け根の部分の筋肉、一番深い筋肉になるので、これは少しですね、首を左右にコロコロと回すような運動ですかね。左右と、これをちょっとね5回ぐらいやります。1、2、1、2、肩甲骨のところの内側にくっついているので、単純に肩甲骨の方の内側の部分がしっかり動くようにちょっと動かしちゃいます。まず、はい、これがここからここに付着している筋肉の動きを良くするような治療になります。あと肩甲骨の上側にくっついているこういう筋肉があるので、ここの骨が下に行ったりとか上に行ったりとか、今度回転させます。肩甲骨をこれで筋肉をひたすら動かします。とりあえず筋肉の動きは作れたかなと思います、はい、そしたらこの状態で下を向いてもらっていいでしょうか。最後まで下を向きます。これ突っ張り具合がどうなるか。いや全然ないです。大丈夫そうね、はい、で今度上を向いてもらっていいですか。ぐーっと、これはどうでしょうか。詰まってない、うん、大丈夫そう、うん、で今度左右を向いてもらっていいですか。右と左ぐーっと最後まで。全然ないですね。大丈夫そう。グーッと、はい、
いやもう全然詰まってる、ひねった時の詰まりが結構ひどかったんですけど、それもなんか全然思った以上になくなってて、突っ張り具合とかもあなんかないなっていうのがすごい感じられました。自分でこうストレッチとかできる場所じゃないですか、はいはい、それだと伸びないんですか。あそれでも伸びるんですよ。それでも伸びるんですけど、どうしても筋肉って例えば肩甲骨のこの辺の筋肉って肩をすくめちゃうと同じ1層目と2層目が同じ方向でこう働いちゃうので、どうしても単純なストレッチよりかはちょっと特殊なストレッチというか肩甲骨の位置を変えたりとか、あとあえて1層目と2層目を別々にちょっと収縮させるようなあのポジションで働かせないとやっぱくっついちゃうんですね。くっついちゃうって言ったらあれですけど、まあ動きが悪くなっちゃうので、骨盤をですねこうやって傾斜した際に倒れちゃダメですよって言われた場合に、こうするとこのバランスを取れがですね、この下がっちゃってますよね。こうやって立ち直りっていうのがあんま起こらないで、首でたくさん働いてるというタイプなので首がねやっぱね、あそうなんです、そうなんです、あ素晴らしいですね、首だけ頑張ってるタイプですね体幹のねやっぱ立ち直りがないんでね、ここら辺がやっぱ硬いんだ。そうするとあのね腰とかの立ち直りっていうのは本来はこういう、あ伸びないんだねやっぱりね。なるほど、確かに本当はね、確かに硬い、やばい、私笑えない、本当に硬いね、本当にそうなんですよ、硬いんだ。結構ダンスでも支障が出てるくらい硬いですね。こことここがね、本当は、分離、腰椎であったりとか胸椎であったり、そこで補ってあげて肩を水平にして、あと遠い頭を水平にするとそんなに首のこういう筋肉ってそんなに働かないで大丈夫なんですけれども、でこれがもし体幹が硬すぎて体幹の立ち直り反応が悪いと首でこう戻すので、首とか肩甲骨の周りの筋肉がどうしても不活動になりやすくなってます、ね、これはどうしても体幹の方のやっぱり最終的な柔軟性を上げていかないといけない。具体的には例えばこうなった時に腰のところのこっちが伸びて縮まるような筋肉が収縮して、収縮伸びる、収縮伸びるっていうような体の機能としては必要ですし、こっち側も同じく苦手なので収縮伸びる、収縮伸びるっていうのが苦手のようです首がこんなに詰まっちゃう、これだと詰まっちゃう本当に。なので再発予防のためにはやっぱり体の方のこの部分の治療がやっぱり必要だと思います。首肩周りってこんなにちゃんと見てもらったことってありますか。ないです、全く。なので今回見てもらって、あそんなに自分って筋肉、首周りの筋肉動いてないんだなっていうのに知れたので、すごいいい機会だなっていうふうに思いました。ちょっとやばいですね頑張りますバランスよくした方がいいですよね、はい。